東京都立狛江高等学校は東京都狛江市元泉三丁目に所在する都立高等学校1972年設立それまで狛江市内に都立高校がなかったことから1960年代より狛江市長や市議会に市内に高校設立の陳情や要望が多く寄せられ開設の運びとなった遺帳をモチーフにしたもの 本校正門付近の伊調並木は、学校建設当時、建設予定地の池の周りに植えられていたものである。1974年5月制定。作詞は、国文学者、坊上と下見、作曲は、英文学者で、元武蔵大学教授の田崎徳次郎。歌詞には、万葉集の中に、小前市近辺のこととして、玉川にさらす手作さらさらに何そこのこのここ大都市。 と歌われていることを踏まえ、高麗人の伝えし技を受け継ぎて、東乙女は、布さらし蹴りという繁華が挟まれている。このコンビによる効果としては他に、都立九中、24中学兵記念効果、第二効果、上板橋第二中学校効果などがある。1943年から1945年の間、東京都立第九中学校において、傍城は、 国語科の田崎は英語科の教師として教鞭をとっていた。毎年25名程度の長期留学生を受け入れたり、20年間以上、オーストラリアの高校との交換留学を実施するなど、国際理解教育に力を入れている。また、東京外国語大学の留学生との交流活動を行っているほか、2009年から国際理解教育の一環として海外への 修学旅行を実施している。中国語などの第二外国語を学ぶことができる。土曜日授業や勉強合宿の実施、受験対策の講習、補修も多く取り組んでいて、大学進学にも力を入れている。文化、芸能学術、マスコミ、スポーツその他。ありがとうございます。